リフレクター、顧問、研修、あんな世界が現実に存在してるなんて。それに願いが叶う。受けたのに、はあ、私の何？また何かあったの？悪いけど、私。ううん、そっちじゃなくて文化祭の話だよ。なんだ、そっちか。そろそろ話し合わないと。一度隣のクラスの委員と打ち合わせに行こうよ。隣のクラス？それって特待か。文化祭の出し物は学年ごとにやるって聞いてない？うちの高校は小さいしね。そういえば聞いた。あれ、あれって隣のクラスの森川さん？バレエで有名な？うちのクラスに何の用だろう。失礼、文化祭のことで話しに来たんだけど、このクラスの代表の人いるかしら？それなら白井さんだよ。ほら、あそこ。白井？ひな子？やっぱりあなただったの？そろそろ同じ高校だったんだ。それはこちらのセリフ。なんであなたがここに？しかもなんで普通科なんかにいるの？それは。はいはい、文化祭の話ね。じゃあ廊下に行こうか。ほら、ひなちゃんも一緒に。それで一体どういうことなの？あれ以来どのコンクールでも見かけないし、何してたのよ。それは仕方ないでしょ。ひなちゃんバレエやめちゃったんだもん。はあ？何言ってるの、バカじゃないの？ライムバカじゃないよ。ひな子がバレエをやめるなんて、世界が滅んだってありえないわよ。本当だもんね、ひなちゃん。うん、嘘でしょ。あの子が勝手に言ってるだけよね。ねえ、いや、ライムの言った通りだよ。どうして？あなたあんなに踊れたのに。もしかしてスランプ？そうよ、あなたがバレエをしないなんてありえない。一時的なものなんでしょ？それとも何、私の上を行くための奇策を練ってる最中なのかしら？なんとか言ったらどうなのよ。あなたに何がわかるの？ひなちゃんは。ライム、落ち着いて。何なの？今日の放課後、屋上に来て、そこで話す。
私まだ納得してないから。I don't know why Lynn was getting upset. That girl was like a rival to her, so she just can't believe this person that was so great and great just quit like that. She just can't believe that. So I understand how she feels. Hina-chan. What's that? Hina-ko が バレエをやめる?そんなのあるわけないじゃない。あっていいわけな。どうしたの？そんなに怒って。珍しいわね。マオ、今日は学校に来てたの？今来たばかりよ。今朝新幹線で戻ってきたところ。天才子役も大変ね。元ね。さすがにこの年になるともう子役とは言えないわ。それでどうしたの？すごい機嫌悪そうだけど。別に、ただちょっと隣のクラスで知り合いに会って驚いただけ。隣？もしかして文化祭のこと？そう。ごめんなさいね。私がいないこと多いから迷惑かけて。気にしなくていい。そのために私がサポートに入ってるんだし。ありがとう。でも知り合いに会ったのにどうしたの？もしかして嫌いな人？いいえ。じゃあどうして？だからこそ。She's like, wait, that don't make sense either. Hina-chan, 一緒に行こうか？いい。私一人で。Hina-chan。行ってくる。ちょっと、いいの？今はひなちゃんを信じるしかないでしょ？そんなこと言ってる場合なの？もう。分かってるよ。でも、もう焦っても仕方ない。15が壊されたってことは、すぐそこにいるはず。今さらジタバタしても変わらないよ。ライムは諦めたくないの。それはユズも同じだよ。信じましょう、ひなちゃんのこと。分かったよ。あの、白井さん？そうだけど、あなたは？私は蜷川真央。サラサのクラスメートで文化祭の実行委員よ。あ、そうなんだ。嘘、今日蜷川さんいる日だったんだ。地方ロケからもう戻ってたのね。ロケ？あ、私こう見えて女優してるの知らない？ごめん、私あんまりテレビとか見ないから。ううん、気にしないで。私もまだまだね。白井さんのような人でも分かるくらい有名になるように頑張るわ。同い年なのにすごい人なんだ。あ、そうそう、近いうちに出し物の話し合いをすることになると思うけど、その時はよろしくね。あ、うん。ま、それとサラサなら急いで教室を出て行ったわよ。あなたのことを待ってると思うから早く行ってあげてね。それじゃ。悩んでてもしょうがない。行こう。
Yeah, it's very easy to remember. Whee! 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 Look at that, shortcuts!来たわね。そろそろ。それで、一体どういうつもり？バレエをやめたって、本当なの？うん。なんでなの？なんであなたが？だって！膝を痛めたんだ。え？結構大きな故障だったけど、その時は復帰できると全然疑ってなかった。私たち故障なんてしょっちゅうだしね。早く治して練習しなきゃって。だけどいくらリハビリしても全然痛みが引かない。それで改めて先生が紹介してくれた信頼できるお医者さんに聞いたら、日常生活は問題ないし簡単な運動はできるって。だけどバレエみたいな激しい運動はもう膝が耐えられないって。そんな、なんで、なんでなの？そんなことで諦めたって言うの？そんなこと、私だって諦めたくなかった。ずっとバレエを踊りたかった。でもしょうがないでしょ。今でもまだ思いっきり力をかけると痛いし、使えば使うだけ悪くなる。私の足は。それで今は何もせず普通に高校生活を謳歌しようとしてるってわけ？大変。私がどうしようとサラサには関係ない。なんで、サラサ、なんで、なんで、なんで、ヒレちゃん、二人とも、サラサが。やっぱり、暴走してる。急いで顧問に行こう。ひなちゃん。わかった。結局また来ちゃった。サラさん、ひなちゃん、さあ早くあの子のフラグメントを探しに行きましょう。ひなちゃん大丈夫？うん、私が行かないと。ひなちゃん、for like, yeah, you can clip it. Yeah, if I remember, you can't clip the same one to everybody. Only one person can do it.Fragments in. Let's get two of them.
the biggest one that they usually go in. Probably hers. Oh yeah, it's red. Red. Hers is all red. It's the only one who's blue. Wait, let me level them up first. I keep forgetting who I picked to have them many times, so... So I'm gonna let you go all around, so I might lift up attack. Got two new attacks now. You, support. See what you got. Lively arrow, defense, holy palace. Oh god. Holy palace is so cool though. Oh, she still gets it. She still gets it. Lively arrow. Okay, we get to support. Better for these ones. Hey, she got a green one. There we go, let her have that. Who has yellow? Yeah, hers is yellow, so... Y'all have yellow ones yet, I think. No, you don't have no yellows? Nope, she doesn't. Yeah, the main character gets attacked a lot, so where's her yellow ones? Here it is. Okay, there we go. Got them set it out. Yup. Yeah, he wasn't looking at him. Otsutsuite. Makenai. Nigasanai.
んなもんかな。それ邪魔しない。あれかな、ちょうど魔物はいないみたいね。ひなちゃん急いで固定化しちゃって。うん、I don't think how hard, I don't think it's that hard to dodge demons though. So who's been dodging the monsters and unable to get some things? なんで、ひなこがバレエをやめる？初めてひなこがバレエをしてるのを見たとき、私もあんな風に踊れるようになりたいと思った。今までいろんなダンスをやってきたけど、そんな風に思ったのは初めてだった。だからこそ勝ちたいと思ってたのに。そろそろだからあんなに怒って、なのにこんなことに、こんなことになるなんて。そろそろ、ひなちゃん、ひとまず倒してからにしましょう。行くよ。早く終わらせよう。何をしようかな。力を貯めて。これならどうだ！
ない。力を貯めて。どうしよう。魔法の攻撃。このくらい当然だよ。これで邪魔者はいなくなったね。ひなちゃん、お願い。でも、さっきのはひなちゃんがあの子の感情を理解できてなかったからうまくいかなかった。もう一度気持ちを受け止めて、耳を澄ませてみて。どうして、なんで。サラさん、怒ってる理由が違うの。ひな子がいなくなったら、私は何を目標にしていけば、何を目標にバレエを踊ればいいの。そうか、この感情は怒りじゃない。バレエのない生活ってどうすれば。そんなの死んでるのと変わんないよ。私は何を目標に生きれば。この感情は恐怖だったんだ。ひなちゃん、戻ろう。サラサと話をしなきゃ。